いくぞ、この条件で OK。 ループ113、あー OKOK、 始めようぜと。はっ、悲しむ。なんでそんな急に疑うの、ひどいよ。変じゃないでしょ私は。消えてほしくないなと。ふぅ、マナレートルかエンジニア、施設コメット2人か。ジナ、守ってやるぞと断り、嫌かな。ドクターも乗り入れてもらうか。ドクター、ラッキーを来た。ジョナスも来た。あー、ここ二人揃うの多いね。役にあるだよね、と。それ驚いた。めちゃいてねえね、と。知らないの、と。コメット入れてみるか。あ、クルシカに入るんだ。なるほどね。ラッキーに、あ、ジョナスはそこ対抗だからね。対抗入れ合ってるって感じか。まあ、それならそれでいいや。イベント来てくれ、イベント。よし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 。はぁ、今回で決める、今回で決める、今回で決めたいけど、ラッキーの乗りになってるからな。でも私のカリスマが高くなってるから。他なんか、あ、いけないコマンドは？土下座する。ステルスが35か。カリスマ30まで開けるか。カリスマたくさん欲しいよな。ラッキーを。はぁ、もう30回ぐらい見た。このシーン。無限に見た。で、ラッキオは、この時、敵対してるから、ジョナスを守る。シャーミンが消滅。報告ください。グノーシャじゃなかった。グノーシャじゃなかった。報告してください。わしはグノーシャじゃない。シーペグノーシャじゃない。すごい人です。あー、受け入れよう、協力しよう。私と同じ意見の人が多いのはいいことだ。あー、そういや、この船、僕の国の料理出してくれないんだよ。食材はスパイスに、そういう法に触れるとか言ってさ、危険ななんか、植物とか使ってるのかな。ガヤマンなら作ってきてやろうか。こう見ると結構慣れてっからさ。ここの料理用プラントは素晴らしいです。ただレムの、いや、レムダの出身気になるんだよな。みんなの出身が気になる。コベット疑わしい。いや、疑わしいよな、コベット。わかるわかる。ちょっとここは、エンジニア釣りの流れに行きたいな。ジョナスに賛成だと。うん、それは驚いた。当たるなってな。これ見つけてない。シャンパナイス。疑う必要はないと思う。説とか怪しくない。説も怪しい。うん。どっちも怪しい。あ、反論を封じる？SQにいろんなの前に出るがいい。この場を下ろしてあげましょう。え？同意を求める。大げさに疑いに同調する。反論を封じる。ちょっとどんどん強いスキルできすぎじゃない？そう、私が邪魔なんだね。ちょっとさ、ユリコが強くなりすぎじゃない？説の嘘についてやるじゃん。それ邪魔なんだね。説が疑わしいな。打撃薄いですね。あー、説疑わしい。あー、じゃあ説疑わしいのか。説か、じゃあ。説に入れてみるか。説に票が集まっているわけじゃないのか。なんで SQ が釣られるんだ。しょうがないんだけど、コールドスリープ。SQ がコールドスリープした。はい。ふーむ。ラキオの世とか遊びに行くか。ラキオ。いない。いない。説疑ってるよ。本当に味方なのかな。説が仲の悪い人になることってあるのかな。レムナンが消滅した。はいはい。下に聞こえないの。報告ください。え、好きはグノシアだったと。グノシアじゃなかった。なるほどね。誰の番だと。説はグノシアじゃないよと。レムナンはグノシアじゃない。疑う。説疑わしくないですか。はい、やるじゃん。怪獣キー、それ邪魔なんだね。説は早急に過ぎませんか。あはは。ナイメアルド1枚よ。声と別にな、わかんない。でも、エジニアどっちも釣られてもいいからな。従うがいい。とか必要ないと思う。あー、ドクターの皆さん反対しよう。ドクターを殺す人に反対しよう。状況からすればね。それじゃ、赤は安利権ですから。いや、説をご利用ししよう。説、疑われするたりするならですよ。別に邪魔なんだね。説を押して。あー、聞いてみるか話。あー、ラッキオ行っちゃったなら、あ、やめさせた。ラッキオ行っちゃったか。フルタイム来たか。いや、説に入れたい。説に。あ、でもコメットと説に入ってるなら、まあまあまあ。エジリア釣りの流れだよね。まあ、聞いてるか話。なぜ何ですかと。疑ってる私も。ユリコに気づい、嘘に気づいたと。不審。はぁはぁ、同意してる。説を疑うのはアクシダント。説さんが変。罰当たらないと思う。反応する。乙女にいろんなものディレクが来るがいい。はぁ。投票でコールシップスで決めるんだな。説かな。これはさすがに説には耐えるんじゃないか。お、そうでもない。コメットに入れてるのも。あ、ラッキーオステラ。
シピ。はぁ、ステラシピね。覚えとこう。また会いましょう。バイバーイ。コメットも釣っておきたい。コメットも釣っておきたい。ラキオに話しかけに行こう。ラキオ。悪いけど、ヒヨみたいに気分が悪くなるんだよね。なんでなんだ。ジョナスを守ろう。ジョナスを噛まれちゃまずいから。ユリコが消滅した。ユリコで強いからね。はい。誰の番だと。グノーシアじゃない。ただ人間さ。説は人間だと。はいはいはい。私は記録いたしますから。シピアグノーシアだと。だよね。シピグノーシアだよね。さっきの投票的に疑わしいもん。じゃあ、やるじゃん、解析。怪しいんだろうな。ステラも怪しいよな。これダメかもしんねえ。いや、弁護するか。いや、ダメじゃないよ。必要ないと思う。ません。なんかくちゃんじゃない。なんでそんなこと言うの、悲しいよ。信じたい。好きじゃないのと。うまくないって。急ごうぜと。乙女は信用できない。ああ、なるほどね。キューン。乙女を疑われて握手。ラキオシーンと罰当たると思うぞ、と。いや、最後にシピをしとこう。シピが怪しい。同意する。シピが怪しいよ。作為的なんだろうな、と。タイ、オッケーオッケー。シピ。シピに入れたい。シピに入れたい。シピに入れたい。あ、ジョナスでもいいな。もう一回投票ですね。まあ、話聞いてるか。コエット、警戒しと罰。あやー、そんなのないと思うな。石点があると。見つけてないの疑う。いやー、シピかな。悔しい。シピの渡外れじゃないんじゃないかと。死んだのだと。よしゃ、シピに入れるぞ。シピに入れるぞ。シピ、あー、これはシピ釣れそう。よかった。それだけ言っちゃうんだよなー。誰だ？ジナ。ラキオが疑わしいとか言われるんですか？気づいてる？ステラ嘘ついてる。ああ、よかったよかった。でも知れない。嘘ついて消えたら思い出して。そうだね。思い出すよ。で、ジョナスを。これでステラ釣ったら終わるじゃないか。恐れませんでした。ああ、グドーセは結構真ん抜けだね。報告ください。シピア疑わしい。ボロ出した。ただ人間さ。報告ください。手短にね。乙女はグドーセじゃない。疑う。ステラ疑わしいじゃないですか。ステラ不審かな。そうだな。これで釣れるじゃないか。ラッキー君なんか、いや、ラッキーは疑わしくないと思います。で、見つけてない。その呼吸疑う。何か隠してるんじゃない。あ、放置する。ここは驚いた。信じたい。見つけてないの。疑う呼吸低い。疑う。いや、もういや、ステラの流れにするか。ステラ信用できない。そのラキオは疑ってない。変かなって思った。あ、なるほどね。迷いがある。チョックだぜと。スケッチ信じたい。とりあえず見ようか。これでステラに入ってくれ、ステラに入ってくれ、ステラに入ってくれ、ステラに。よし！これでいけたんじゃないか？すやすん。信じてくれた、信じた、信じた。すやれないから。そのシップした。よし！来た！これでラキオイベントか！結局、希望しようできなかったら、全くグノーシアも役に立たないね。まあいいさ、これで全部終わりなんだから。今ならラキオとの世界できそうだ。ユリコから何を知らせて教えてくれないだろうか。ああ、なるほど。カヤツキは何も知らなかったんだ。君自身のことなのに。そう、わかんないんだよ、私のこと。私以外私じゃないの。そうか、全く滑稽だな。君も僕もね。ならば君に問題を出そう。何、ちょっとした謎かけだよ。出た。ラキオの謎謎タイム。では問題だ。僕の出す問いに、正解した方がいいと思う？え？しない方がいい。いいだろうと答えた。あは、正解。残念だったら正解した方がいいんだよ。そう、正解なんてしない方がいい問題ならさ、君自身についてもね。なぜなら君はもう消えたはずの存在だからさ。え？私が存在しない？なぜ？考えてみねえよ。なぜ船内にグノシアが潜んでいるのことが発覚したと思う？誰かが消された。もしかしたら誰かが消されたからと答えた。その通り、まず最初にグノシアは消したのさ。そう、君をね。私消されたの？それをみんな思い出したってこと？え？ゲームマスターってこと？私が最初に知る。自分がグノーシアに消された。でもグノーシアとして生きてたりするじゃんか。私、あ、君は第一被害者、とうに消えたはずなんだ。だが君はここにいる。そして誰もこの矛盾に気づかない。僕自身ユリコに妙なことをされるまで疑問にも思っていなかったよ。これは一体どういうことなのか。
この無事ユリコが言うところの歪みについて随分考えたものさ。結果僕は一つの知見を得た。すなわちなぜバグなどという存在が発生したのか、その原因についてのバグについてか。だからラヒオがバグじゃないといけないのか。グノーシアについてはまだいいんだよ。もともとこの宇宙で実際が確認されているからね。だがバグは違う。ただそこにいるだけで宇宙を崩壊させる。はっ、お笑い草だよ。そんな代物がなぜ必要なんだ。それはね、おそらく君がいるからだよ。あー、ラキオに指さされてる。指つかも、ギュッ。キモいか、今。さすがにキモすぎるか。私がいるから。バグが起きてる。歪んでる。消えた圧力君はここに存在する。それは摂理を犯す行為。修正すべき歪みだ。だから宇宙ごとなかったことにする。そのために生まれたのがバグという存在なんだろうね。全部消しちゃうってことか。はあ、顔がいい。その顔ぼかさないで。はっきりピント押して、顔の方にピント押して、よく見せて。そう、君のせいだ。この違和感、何かがひどく狂ったような感覚は。あ、ピント合ってくれた。キャー、ピント合わせた。ありがとう。目がいい。目がめちゃくちゃぐちゃってしてていい。そして君のせいさ、この宇宙が崩壊するのはね。でもループするんでしょ。はあ、ループしてく、崩壊してく。結果を表示します。21,420XP を獲得。人が船が宇宙が侵食されていく。はあ、なるほどね。よかった、進んだ。わあ、私が消されてるってどういうこと。イベントサーチするか。なるべく15人のやつで行きたいな。15人のやつ引くまでやるか。15人。ヨングノーシア、エンジェルドクター、守護天使がいる。留守番はいない。バグはいる。さっきのやつで人狼が増えた感じか。私はグノーシア。勝てばいいのね。はい。この条件でいいよ。せつ SQCP が仲間となります。SQ あるのか。これは SQ 取りたいな。私。お、仲間だよ。S じゃない。せつ。ごめんな。間違えた。海月が消えたはず？何を言ってるんだ。いや、私の知る限りそんな記憶はないよ。だけど、その記憶自体が間違っているかもしれない。そういうことか。そうで、私たちもこっからの記憶しかないからさ。リビ、調査できる？海崎様がお消えになったなどの事実は確認できません。ですが、確かに若干の不整合が見られます。今回はバグがいるもんね。グノーシアを汚染確認プロセスで一部のログが消去されています。あるいは、おうおうおう、消去されてる？なるほど、昨日のうちに何者かがグノーシアに消されている。その可能性は否定できないね。確かに1日目で誰か大体死ぬもんな。もしそれが事実だとしたら、なぜそのことに気がつかなかったのか。解析、これは重要な情報だ。この件については私の方でも調べてみようと思う。ありがとう、協力してこう。何か分かったら連絡するから、解析はいつも通り話し合いに集中してほしい。オッケー。明日イベント回収に翻弄すればいいのか。まあ様子見てるか。スピじゃね。別に疑わしくないと思うんです。そっか、怪しいんだろうな。言葉かな。やってほしくないな。同意を求める。そうだよ。疑う必要はないよ。これ使ってみたかっただけ。さあ、大事な仲間だぜ。まあ、名乗り入れてもらおうか。エンジニア。名乗り入れてください。シャーミン。セツが名乗り入れた。変な、皆さん一体できなるんです。はいはい。あ、ククルシカが変わり出した。ああ、そうです。ククルシカが独立証明された。守護天使いるんだっけ、今回。ジョインデータじゃない。守護天使はいるね。じゃあ、ククルシカはまだ噛めないか。それで違うの？ああ、弁護するか。セツは別に疑わしくないと思うんですけど。あはは、好きだししようぜ、と。あ、投票始める。うーむ。ふーむ。乙女に入れたりしてみるか。あー、ラキオに入ってる。ふー、もういいよ、ラキオ釣られて。よかった、もうラキオ守んなくていいんだ。指さしてるの、見れたからねー。お、イベントある。SQ イベント来た。SQ イベント来た。SQ!むむむ、お悩みかな？この SQ 知識がなって死んでよ。ふむふむ、お、これは、今夜は茂道を消すのが基礎だぞよ。当たるのも発見、当たるのも発見ってね。あ、本当に茂道にするかどうかは返す気が決めてね。まあ、ここは従った方がイベントが進む気がするので、シャーミン時みたいに。消すか。茂道。これ、レムダンも一緒に残らせる。ね、レムダンは消さずに残したらなんか怒るんじゃないか。協力、被害者茂道、苦悩者襲撃による消失確認。ねえねえ、返す気、茂道選んだのって昨日の私が言ったからだよね。うん、ありがとうね。これからも一緒に頑張ろうぜ。かわいいな。今回 SQ の話になってくない？あ、誰だっけ？うん、ラキオはドクター、グノーシアじゃなかった。ジョナスは違った。グノーシアじゃない。ステラグノーシアじゃない。はい。SQ ちゃん、あー、レムナント手組んでる。
嫌です。すいませんやめておきます。え、振られちゃったぜ。あ、このセリフ普段返さないよね、セリフって。うわ、今回あるぞ。なんか見てるか、ゆり子は信用できない。大げさに言うか、わかる、ゆり子信用できないよな。じゃあさ、そんなにゆり子さん疑ってるんですかと。あー、なるほどね。人間である、使おう。うん、使う。人間だけど、あー、嘘をついている。この人間だって言うか、私も人間だよ。人間だけど、不動産者とかじゃない人間。何ですか、ふんふんふん。誰が、SQ ゆり子。コメットすごい怪しくなかったですか、ふんふん。ゆり子どうだ、嘘っぽくなかった。はい、賛成だな。やばすぎだからね。そりゃ驚いた。ああ、はい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 。コメットよくしてる。バグ消したいからね。じゃあ何ですか、いや、弁護するか。いや、別に疑わしくないと思うんですけど。これコメット入らないかな、コメット。あ、入りそう。コメットいきそう。コメットいきそうだな。あ、よしよし。SK めっちゃ疑われてる。あった、僕はコロスリープね。みんな頑張れ、負けんなよ。コメットさん、僕は。コロスリープした。8人に、あと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12。あと2日。誰も知らずにやり損かさなきゃいけない。ジナ。カイサキ、聞かせて、シピのこと。カイサキはどう感じる？いいやつだよ。シピ味方だからな。されたそう思う、そう思う。でも私はコメントみたいに感化するというわけじゃない。でも気になるから、理由わからないけど、シピには良くないものを感じる。シピに気をつけて騙されないでほしい。どうしてかな、私はカイズキ実際いなくなってほしくない。それではまた明日。ごめんな、その相談する相手がオオカミなんだ、気づきなよ。投票結果でシピに誰か言って、あ、ジナがシピに入れて。俺はちょっとジナ噛みづらいな。あー、 SQ、 見事にオオカミなのが他に入ってるのが、私に1入れてるやつがいる。誰だ、カイザキ、カイザキに入れてるの誰だ。クルシカか、クルシカ監督か、噛めるかな。うおーい、いや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 、次の僕どなたかな。カイスキは少なくともグノーシャじゃない。ああ、味方してくれた。スキはグノーシャ間違いね。うん、僕聞かせてください。コメット狼じゃなかったっぽい。ああ、ユリコさ、昨日から気になるんだよね。疑わしくない、やっぱそもそもユリコ怪しいよね。結構ダメだわ、反撃する。は、震えている。さ、僕も海崎さん怖いんです。なるほどね。やって思いました。気になることあるのかなって。ああ、誰かが悲しむ。ああ、ゆり子が、ゆり子が弁護してくれた。同意を問えるか。そこはゼト。ニッコリタルズ SQ は疑っていない。聞いてほしくないなと。シピア信用できない。あ、なるほどね。シピア疑われてくる。それって罪なのですよ。俺怪しいんだろうな。シューもおる。だからと。ただね、人質いけないよね。どうした SQ。 お、弁護するか。いや、別に怪しくないと思うんですけど、これまだある。ユリコ怪しいと思います。私、ユリコ怪しくないですか。ユリコ排除してるんだ。シピーが賛成で満足ですか。それ疑ってるんですかと。ユリコに火を集めろ。へー、集まってる。よし、 SQ シャーミーに入れたの。ユリコに入れて疑う。ユリコ。ひぐしてんのほど。力もあるよな。不思議だからね。満足ですかと。ふさえないでいたそう思っている。ああ、ユリコ疑われてる。疑い同調する。満足ですかと。確かにユリコさんのこと疑いすぎなの。ユリコ。ユリコに入れ。ユリコに入れ。ユリコに入れ。あ、ユリコ。よし、いける。ユリコ、ユリコ。ほー、今日は誰も釣らない。今日は誰も釣らないっていうな。誰も冷凍しないっていうのはどうでしょうか。穏便派が多いからいいんじゃないか。賛成、反対、賛成、結論が出せなかった。誰も冷凍しないということではなくなったもんです。反対、賛成、出なかった。様子を見る。そしたら、そういうことなんだろう。あ、よかった、乗り切れた。ふぅ、SQ 怖かったね。まあ、お悩みかな。この SQ 先生がなんて死んでよ。お、これは、今夜、ジノーケスの基礎出たぞ。当たるの発見、当たるの発見ってね。あ、本当に自体するかどうか、赤い時は決めてね。まあ、狼一人ぐらい、犠牲出しても。
いいのかな。じなにするか。じなが消滅した。じゃあ、伝わってくる。ねえねえ、かじきじなになんだろう、せららららら。頑張ろうぜと。はい。次の報告頼むぜと。ジョナスはグノシア化してると。このユルクはグノシアじゃないと。一人関わってことで辛いだろう。なるほどね。疑う。弁護するか。反論した。かじきは味方のシャス、あ、かばわれてる。ねえねえねえ。うんうんうん。ならんよと。許すか。帰ってきたら大丈夫と言い切れないんじゃないかと。ああ、なるほど、ね。もうちょっと様子見るか。CP。ああ、なるほどね。これはちょっと、騙されるな。お前としては、そう、お前としてはそう言うしかねえだろうけど、ユリコ、そのまま騙し通せるほど、みんなの目は不調じゃねえぞ。なるほどね。いや、CP さんの気にすぎだと思うの。うん、乙女賛成だ。乙女に賛同してくれないか。なるほどね。そうだよね。じゃあいけないよね。しかし、知ってる、百論台であるが。ベゴに加わるか。てか、疑う。あ、私、なんて言ったさっき。待って。タブ。四季を信頼しているだよね。ユリコに票集めたいなぁ。ユリコ怪しいよね。賛成だ。引っかかるもんがある。やばすぎだからね。あー、海月が怖いと。なるほどね。怖くないです。うん。海月は味方だよ。ありがとう。めっちゃこちらに繋ぐよな。価値がありますかと。変じゃないかなって。投票なと。私釣られそうだけど、ユリコに票が集まってくれれば、ユリコに集まりそうか。でも、ああ、よし。人間風情が。よーし、コールスイープできた。SK とのイベントが進むぜ。お悩みかな？なんて死んぜよ。お、これは乙女を消す。あ、それ乙女を消そうと思ってたんだよね。当たるのもはっけってね。あ、本当にどれするかと、返すか決めてね。コメットは消したんだよね。バグっぽいコメットは。よし、乙女を消すぞ。乙女が消滅した。返す気、そうだよ。もうそろそろ来るしか、釣りたいけどな。次の歌頼むぜと。レムナンはグノシア化してる。セツはグノシア間違いねえぜと。あー、まあ、ちょっと話聞くか。ラブ、これがラブなんすよね。疑っちゃうんよ。でいいんですか？疑う。あー、レムナン、疑うね。レムナン怪しくないですか？賛成するよ、少なくともレムナンと。レムナン怪しいよね。苦手でその、貸さないでと。投票しろ、不能しはなりと。反対する。はい。ラスとか怪しくない？同意を求める。ジョナス怪しいと思います。賛成するよ。敵だから。失敗してんだよ。疑っているさ。疑っていないと。レスキューさんが、弁護士はもう肋骨でいい。こんだけ率いるんだから。すごいぜと。始めよう。ジョナスに入れよ、ここは。ジョナス。こんだけバラついたらいけるんじゃないか。よし。これでもうそろそろ。バイバイ。ゴルダス、コロスイープした。よし、来た！お疲れ様、解析。おっと、説のイベントを犠牲されるのか。話はうまく運んだね。だけど、私の方の調査は進んだとは言えないな。初日の前に何者かが消えたかもしれないという話。やはり誰も覚えてはいないらしい。汚染者自身ですらね。なるほどね。ユリコにも聞いたが、やはり無駄だった。はぐらかされるばかりで全然。コード機については今後のループで調べていくよ。だけど期待はできないかな。おそらく普通のループではダメなんだ。何か極端な条件で。え？結果を表示します。S 級イベントと重なった。S 級イベントと説イベントが重なっちゃった。たーたらったったもう一回行くか。極端な条件で。極端、あ、鍵に問題が生じます。情報探知できません。え？何？極端な条件。5人一郎とかにしてみる。え、バグがいる状態で、エンジニア、ドクター、守護天使、留守番も AC 主義者もいいよ。1、2、3、4、5、6、溢れ出るか。無理か、これ。設定エラーです。ごめんなさい。留守番を抜けばいいか。設定エラーです。守護天使力か。ちょっとこの極端な条件でやってみるか。ループ100、じゃあ始めようか。敵を見つけ出すんだ。誰がいるの、これ。セッツとステラとククルシカとシャーミン。すごいメンツだな。シャーミンが怪しいのかもと。どっからでもいい。潔白じゃん。名乗り出ろ。待って、私なんだ。役職。私がグノシアだ。あ、やべえ。
わし上位の主役職のつもりやったのに。あーエジリア、はい、ステラがエジリア、苦しく、あーはいはい、 AC 主義者かな、どちらかというと敵だ、ちょっと待って待って、見てんなねと、 AC 主義者はつけたもんね。うさんくせえそれ説じゃね、わしは邪魔なんだね、あー大げさに言う、うん変な状況でて、かやすき歌うことにしよう、うやむやにしよう、あらあらあら、疑わしくないよーん。あー、なんかシャーミンとか疑わしくないですか、どうかしてるぜ、はい。あー、ちっちゃい、少ない、あ、なんかシャーミンに入った。わかんないけど。あー、これで、困惑してるようだ。決定した、決定したわ。コールドスリープした。レベルアップ。ちょっとわかんないんだけど。ステルスあげるか、次は。ちょっと、せつ、こういう条件でやってみたんだけど、どうかな。カイジキ言えたらと言い難いけど、うん、来てくれたことは嬉しいよ。獲物を選べ。せつと二人きりで生き残ってみる。誰も襲われませんでした。何？そう、そう、被害者ゼロ。ステラバグ。あー、このままで。そっか、守護天使はいないんだっけ？守護天使ないもんな。はい。苦しか正常だったと。生物は調べたらしい。不能者じゃなかったそうだ。疑う。ステラ。指摘した。小さく震えてる。ステラの方が疑わしいと思うんですけど。ああ、ドクターだ、説。はい。人間だったから確実なら、さほど危険な。ああ、そうなの？そうなの？そうなのかな？そうなのかな？なんでそうなるのかちょっとわかんない。あそこ組んでる。だったら余計ステラ怪しくないですか？怪しいです。はい。なに分断？でも怪しいでしょ？怪しいでしょどう見ても。おわ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 わ、疑う。絶対理的だ。そう、ステラ絶対理的で、エンジニアありえないでしょ。いや、カイザキそれは違うよ。違うの？カイザキ入ってきた。足を賛成から、なんで？出たからいけると思ったのに。ああ、22なんだ。疲れが見れる。はい。解析したら休むといいよ。全員冷凍する？任せて。あ、反対らしい。まだまだだ、力不足だね、私。あ、させよう。賛成だな。ああ、コールスリープとなった。バイバーイ。人外だけが綺麗に。はい。なんだ、なんだこの回。はい。よろしいです。ちょっと、あ、鍵に問題。探知できません？極端？極端なって何？グノーシアゼロ。バグだけいる状態とかにしてみるか。修正は、さあ、この条件、あ？設定を修正したら殺せ、修正でよろしいですか？いいえ。お任せで私がバグになってみるか。あ、って、バグは言ってほしいんだ。え？あと、この条件でよろしいですか？上位になりました。あ？誰もいない？あ、なんかイベント来た！ここは？は？グノースの手が及んでいない宇宙。船内にも戦士が一人もいない。おそらく唯一の宇宙だ。なるほどね！はいはいはい。やはり解析部ここにたどり着いたんだね。この、昨日の世界に。昨日の世界？そう、このループはいつもの開始より一日早いんだ。なぜかわからないけど、これで消せるかは、どうかがわかるんだ。さあ解析、これから何が起こるのか確かめてみようか。デイゼロ！グノーシアゼロ、グノーシアゼロの世界に突入した。はあ、進んだ。お、カイザキちゃん、もう来たんだ。前日、だからみんなちょっと交流があるのか。先生も一緒なんだ。今みんなで食堂で飯食ってるからさ、二人とも来れば？ああ、ありがとう。行ってみようか、カイザキ。ああ、お話パートだ。食堂。ああ、たくさんご飯ある。食堂のテーブルにはみんなが思い思いに持ち寄ったのか、雑多な料理が用意されている。あ、それぞれの国の食べ物。あの、ごつい肉みたいなのなんだ。カイザキといつも来たんだな。ま、適当に食ってけよ。お、せつか、俺さ、またお参りちゃんと俺、まだお参りちゃんと知れなかったな。レオやるようなことがあったのかな。何言ってんだよ。お前、俺らの子助けてくれたの？せつが私たちのこと助けてくれたの。そ、あ、そっか、せつこの船にいたんだっけか。そうだよな。ルアンだっけ、あのし、ガノシアだらけだったじゃん。惑星ルアンにいたんだっけみんな。せつが誘導してくれなかったらさ、僕らとっくに来されてたって。ほうほう、せつが誘導して乗ってきた。うん、せつ、ありがとう。そうか、そんなこともあったね。俺だって聖地には感謝してんだぜ。感謝の気持ちがギラつく欲望に変わっただけで、ああ、やられるぞ、シャーミン。
ほれ、溺れる者は我を思う。うんふんふん、うんふん、つーだろ。ねえねえ、せつ、シャーミンを助けたら失敗だったんじゃない？こいつ外に出そうで。でもせつ、外に放り出すからな。まったくだ。あ、かわいい。みんな楽しそうに話しながら食事をしている。せつの声には時々笑いが見える。え、すげえ、みんないる。みんないる。なんか嬉しい。え、なんか SQ のあのスチル知らない気がする。え、かわいい。え、カイジキ、もう怪我は大、もう怪我は平気。え、怪我？私怪我したの？怪我？ああ、そういや、カイジ、結構な大怪我してたらしたっけな。私怪我してたの？うん、ものすごいことになってたよね。てっきりカイジキ俺みたいになると思ったんだけどな。ま、治ってよかったわ。こりゃ、はい。キーワイだな。え、そんな、やばい怪我してたの？治してもらったのか。しばらく食事に付き合ったのセスと二人で食堂を抜け出した。カイジキが怪我をしていたなんて初耳だよ。だけど、みんなはそのことを知っている。グノーシアがいないことだけじゃない。やはりこのループは今までとは違うようだね。それに、奇妙な感じだよ。今まで互いを互い騙し合ってきたみんなが、あんな風に仲良く過ごせるなんてね。ほんと、なんか、残酷な世界がテーマの二次創作みたいな世界だった。もしこのまま、すまない、なんでもないんだ。行こうか、カイジキ。他の住人にも話を聞いてみよう。メインコンソール。お、何度見忘れないんでほしいんだけど、グリーズ方面に航路を設定するのが一番効率的なの。明白じゃない？明白じゃないか。全くどうしてわからないんだから、ラキオ喧嘩してる。ラキオさん、もういいですから。しかしだ、このジョダス。船長としてそれは、おや、噂をすれば、影か。影？え、カイザキ様？やっぱ私すごいことになってたのか？せつ、現在我々は当船の今後の進路について、評議している。そこで軍に所属する君にと、我々はグノーシア汚染によって壊滅したルワン星系から、辛くも逃れてきた避難者だ。そしておそらく他にも生存者もおるまい。従って我々にはルワンの現状をしかるべき機関に連絡する義務があるだろう。ここからほど近い横断軍基地に向かうべきかとこう、愚行するが。節の、まあ、軍の関係の場所ってこと？全く、まさしくここで軍なんかに捕まったら報告との検査のどれだけ拘束されるか知れたもんじゃないだろう。僕はごめんだね。結構捕まりたくない人この船多いしな。とまふ、この通りさ。セスどうしたものかな。そうだな。うん、セスさんが決めてくれたらいいと思うの。喧嘩しないで済むし。あ、セスがなんかリーダーなのか。セスがここに誘導してくれたから。苦しくもうなずいている。ルアンに関する報告は私がしておこう。だからわざわざ基地に立ち寄る必要はないんだろ。ないだろ。セスはみんなの情報を知ってるからか。よろしいのですか？生還機構の規定によれば、グノーシア汚染者が発生した場合、関係者は速やかに。いいさ、この船に汚染者がいないことが判明している以上、規定に従う意味もないからね。ああ、確かに。いないんだもんね、今回。汚染者。はい、これは驚いたね、先生。君、意外と話がわかるじゃないか。荒木、上機嫌だ。ふむ、ならばぜひ私、ラキオの希望通り、グリーゼ星系へと向かおう。ああ、よかった。ありがとうございます。皆さん、それに、ラキオさん、レムナンも行きたくないんだ。レムナンなんで行きたくないんだ？礼などいらないよ。僕はただとっととグリーズに戻りたいだけさ。ラキオは地元が好きなんだ。いいえ、わかってます。もし基地に行ったら、僕はまたあの人に。だからラキオさん、僕のことを心配してくれて。SQ ってことなんかあるのか？ラキオが心配してるレムナンのことが。レムナンのことを。ラキオが人を心配するだと？皆さんには誤解されているかもしれませんけど、ラキオさんは本当にいい方なんです。まあ知ってるよ。別にいろいろ教えてくれるし。ここにいる全員が同意すると思うけど、レムナン、君、相当に気持ち悪いよ。そんなこと言ってやるなって。地雷踏んだ。あの、ジョナスさん、グリーゼの方に行くなら途中で、惑星ナダで降ろしてもらえると、とても嬉しいです。ナダには私の家があるので。あ、ナダに住んでるのね。無論、カバーワットも、レディのエスコートは紳士のたしなみだからな。やった！ありがとうなの！あ、吉門さん元気にしてるかな？博士か。よかったね、と嬉しそうに乙女を見つめている。そうだ、ククルシカさん。ククルシカさんはこれからどうするのです？ククルシカゆっくりと手を振っている。あ、バイバイって。て、乙女、ククルシカなんて言ったの？寝たり起きたりして死ぬまで楽しく生きれればいいかなって。死なないんだよな。死なないのかな。え、何それ怖い。二人はそこまで通じ合えるのすごいな。マジ翻訳機や。そうなんだ。いや、そうだ、よかったらククルシカさん一緒にナダに来ないですか。きっとククルシカさんお友達いっぱいできると思うの。どうかな。ジョナスが許さないんじゃない。ククルシカただ静かに微笑んでいる。あー、やんわり断った。これからか。未来はあるんだね。忘れていたよ。私には手が届かないものだから。ねえ、カイジキ、もしループを止めることができるとしたら。私はこの世界でループを止めたい。グノーシア汚染者のいないこの世界で。あ、かわいい。そう、この世界だったら、全員に未来があるんだ。ほんとかな？これ、あっさりだったら、説フラグばっか立てるからさ、次回、グノーシア発生とかなりそうじゃない？
だが返す気、お前には未来などない。ユリコ、すぐ現れる。何、怖いよ。ユリコ、なぜなら返す気、お前はこの宇宙にはあってならぬ存在だからです。なんでユリコは分かってるんだよそれを。まだ消されてないよ。いい加減にしてくれないか、ユリコ。なぜそんな言いがかりを。いいえ、節様、ユリコ様のおっしゃる通りです。ステラまで、リビまで、ステラまで、そんなことを。海崎様はルワン星脱出の際、事故には引き込まれて重傷を負わされました。そのため医療ポットで治療を続けておられますが。え、その治療が終わってここにいる。ただそれだけのことだろう。なんで生き返ってるのかって話ですが。せつ、所詮言葉では伝わる前、己の目で確かめてくればいいでしょう。分かった、医療ポットを確認しに行こう。海崎、え、何が起きてるの。私がもう一人とか、ククルシカ状態ってこと。やだよ。これだね、このポットには確かに誰かが入ってる。入ってるんだ。ずっと表示されてた、それ。てか私そこで目覚めたよね、一番最初に記憶なくした状態で。せつがなんか蘇らせたかなんかなのか。ステータスは治療中、もうじき終わるみたいだ。ここで待っておこうか。いっちゃん最初に繋がってくるんじゃないか。は、てんてんてん。ずっとせつの可愛いスチールが。正直に言えば私は怖いんだ。だけどね、覚えてる？疑うな、恐れるな、そして知れ、すべては知ることで救われる。昔海月がそう言ってくれたよね。私もそう思う。私たちは知らなければならないんだ。私そんなこと言ったんだ、かっこいいね私。その言葉最初のループでセスが言っていたが、確かに最初のループでセスが言ってた気がする。あれ、まさか覚えてないの。あれはセスの最初、まあ最初じゃないよな。あ、そうか。なるほどね。え、なに、結婚した後の話とかそうだったりする。いや、なんでもないんだ、気にしないで。資料理見て。治療が終わったみたいだ。ボットが開くよ。終わった、治療が終わった。ねえ海崎、もし海崎が君が何者になったとしても、私は君を、君を。ポットの中にはもう一人の自分がいた。ククレシカ状態だ。そしてもう一人の自分が目を開けた瞬間、はっ、バグった。致命的なエリアにこの宇宙を消滅しました。同じ人物が二人になったから。あ、ループいくつ、え、1106。何も見えない。これは一体、ひどく不安定な世界みたいだね。え、何、宇宙の消滅の余波でこんな世界に飛ばされてしまったみたいだ。おそらく長くは保たないだろう。せつ、何それ、え、肌色が多い。いい機会かもしれない。二人で話し合って考えをまとめておこう。さっきのループ、二人で飛ばされたの。グノーシア選手のいない世界にはもう一人の君がいた。ならば君はどういう存在なのだろう。本物の解析、クローン、あるいは解析のふりをしている偽物。本物、クローン、偽物。そっちが本物なんじゃないか。自分は本物だと。あ、私が。そうだね、君ともう一人の君、どちらも本物の解析だ。私もそう思う。あ、なるほど、そういうことね。同一の存在による矛盾の発生と対消滅、それによって宇宙が消えたのだろうから。だとしたら今までにループしてきた宇宙にももう一人の解析がいたのだろうか。君はどう思う。いたんじゃないか、あそこにずっといただろうと答えた。ああ、おそらくそうだ。前にラキオが言っていた通り、もう一人の解析をまた船内にいたはずなんだ。あそこにずっと眠ってたんじゃないか。あそこってずっと閉じられてたもんね。そしてもう一人の解析がどうなったのか、これもラキオの言ったことだけど覚えてる。消えた、忘れた。忘れたんじゃないか、みんな。もう覚えていないと答えた。ラキオによればもう一人の解析は消えたんだ。巻き戻った私たちが目を覚ます前にね。なるほどね、忘れさせられてる。ではもう一人の解析を消したのは誰。グノーシア、一人あっちにいたのか。消され、あっちの私が消されてる。グノーシアだと答えた。あ、その通り、船内のグノーシア汚染者がもう一人の解析を消していた。あ、なるほど。デイワンまでの時点で二人いちゃダメだから、もう一人の私が、あそこにいた私が、はあ、消されて、大怪我、重傷状態の私がグノーシアに消されて、なぜか生きているもう一人の私が生き残ってる。で、そこで消してもらわないとバグが発生してこうなる。そのためにグノーシアが存在しているってこと。なるほどな。で、ループしてる。そのため君ともう一人の解析、二重存在の問題はこれで起きなかった。だが汚染者がいなければ宇宙が消滅する。だから今まで汚染者のいる宇宙にしかループできなかったんだ。私たちがこの先も存在を許される宇宙はそこにしかないから。てんてんてん。
私はね、カイジキ、あの船に汚染者がいない宇宙で思ったんだ。できることならあの宇宙で、みんなが犠牲になることなく、みんなに希望がある宇宙でループを終わらせたいと。だから。あ、カイジキ、やはり鍵だ。この状況を打開するには鍵が必要だと思う。銀の鍵が満ちるまで、可能な限り全ての情報を集めるんだ。まだ知らないこと、船のみんなのこと、全てを。そうすればきっとカイジキは、私は元に戻れる。この宇宙は崩壊しました。そうすればこの宇宙はどうなるんだろう。